マンスリー狙うからみんなよろしく。海保、何笑ってんだよ。みかんの山いらっしゃい。ファービーいらっしゃい。いいでしょう。これからもよろしくね。麦いらっしゃい。ゆっくりしてけよ。ね、どうそう。逆にさ、ファービーさ、どんなことすると思う？どんなことしてほしいの？おねだりしてごらん。やっぱりこれからの時代は添い寝系配信者がいいと思うんだ。お前らが寝れるまで添い寝するから。アイピルいらっしゃい。寝れないの？ああ。早く気づけばよかったわ。やっぱ添い寝だから、これからは俺と添い寝したいリスナーいっぱい来ると思うよ。これから、ビリー、ゆっくりしとけよ。ジョンいらっしゃい。アンドーナツいらっしゃい。勝ったな、俺。勝ったわ。濃い味いらっしゃい。ゆっくりしてって。あ、これ勝ったな。もう花火上がる絵しかないね。花火30分で60発は上がるわ。ぬこ様いらっしゃい。もう俺顔とか出さないからよろしく。ファービーありがとう。そう、俺勉強しよう、マジで。他の添い寝系配信者見て勉強しよう。何を話していいのか手応えが全くないね。どんな感じなの？ちょっとアドバイスちょうだい。やるから、みんなの指示通りにやるから。え、何？オラオラな感じでやればいいの？オラオラな。どういう感じなの？添い寝系って。添い寝系。こう、女の人をこう、浴場させる感じなの。ブドウ糖いらっしゃい。ニア、
いらっしゃい。オラオラでやればいいの。わかった。早く花火あげろよ。恥かかせんなよ。どういう感じなんだろう。オラオラってやったことないかんな。オラオラ？なんだろう、オラオラがわかんねえな。甘えん坊でいこうかな。甘えん坊で。似合わないよね。ちょっとキャラがまだ固まってないから、ちょっと2、3日瞑想するけどね。城島の窓、うなちゃんいらっしゃい。もう俺はこれで行くよ。ソフレが欲しかった？ミキちゃんいらっしゃい。おいで。隣で甘えていいよ。ああ、もうこのままで行くわ。マイウェイ。よし。配信歴5年目でようやくキャラが固まった。甘えん坊で行くわ。オッケー。いやもうこれしかないって思ってたから大丈夫。俺はこれで行く。ちょっと後でフォトショップであの胸毛は加工しておくから。いや、添い寝配信者だから俺。つーさん。俺と一緒に、ヒゲもじゃあフォトショップで消そうか、後で。ちょっと待って、フォトショップで消そう。ちょっと待ってね。なんかあるかな。なんかソフトあるかな。ちょっと待ってね。いや、気持ち悪いって言っても、もう花火上がんないんだから。もう花火上がる感じでやっていくよ、俺は。ヒゲを消そう。ヒゲを消そうね。ちょっと待ってね。ホストは誰でもなれるよ。ちょっと待って。ヒゲいらないって言われたから。ちょっと待ってね。あ、初見さんいらっしゃい。ゆっくりしてて。ちょっと待ってね。ヒゲ消すから待ってて。よいしょ。ちょっと待ってね。よいしょ。よし。お待たせ。ごめんね、お待たせ。よし。ご飯まだ食べてない。お腹空いたよね。ヒゲなくしたよ。完成。完成だよ。目つきが悪い。ちょっと待って、ちょっと待ってね。分かった。目つきが悪い。どうしようかな。目つきが悪いか。よいしょ。ちょっと待ってね。よいしょ。クリクリのお目目にしよう。ただいま。胸毛ない方がいい？ OK。 ちょっと待ってて。今胸毛消すから。
これでいい？オッケー。眉毛も消した方がいい。わかった。みんなわがままだな。ちょっと待っててね。こんな感じ？どう？みんなの要望に応えてよ。どう？みんな。どんな感じ。ありがとう、うん、あとは声をね。風船ありがとう。ありがとう。ごめん、あんまり他の添い寝配信者見たことないからキャラがつかめない。マイネーいらっしゃい。甘い声。甘い声って何。ちょっと待って、ちょっと一回フラットにしよう。ちょっと待ってね、ちょっと瞑想しすぎたから一回元に戻すわ。フォトショップは後で使うとして、キャラの方を磨いていこう。映像の方はもう限界があるから。映像には限界を感じた。よいしょ。ただいま。よし。難しいな。ソニーで配信ってどうやってやるんだろうな。花火上がるにはもうこれしかないでしょう。花火上げていくには。もう俺はプライド捨てるよ。イケボの基本は声を喉仏を下げて鼻腔と空こう何とかに響かせて吐息を多めに。吐息？ああ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 あ、多めだけど鼻息じゃないの。めっちゃ多めじゃん。めっちゃ腹、めっちゃ多めにしといたけど。花火ありがとう。だんだんできてきたな。スタイル。だんだんできてきたな。気持ちいいだろう。
ハートありがとう。ひなちゃんもハートありがとう。写真を松本潤風でやってみて。風船ありがとう。臭いって。だんだん固まってきたな。いいだろう。風船ありがとう。アイラとか隠したアイラとか知らねえよ。アイラとか見ねえから。風船ありがとう麦ちゃん。来たな。完成だわ。完成。俺の時代来たわ。ああ。これてっぺん取れるっしょ。マンスリーいけるっしょ。どうも。もう完全に来たでしょ。もういつもより花火上がるからね。ああ。いや別上が、もうあれだからサムネも変えるから。和道って名前も変えるから。名前何に変えようかな。名前なんかいい感じのに変えてよ。添い寝系の名前でありそうな感じに。そうだね。何で行こう。ゆうくん。ゆうくんは、ちょっとないかな。ああ。何で行こうか。名前変えよう。メンヘラちゃんいらっしゃい。名前も変えよう。サムネも変えよう。全部変える。新しくやり直そう、みんな。名前何がいい？名前何がいい？セラさん。花火。風船ありがとう。いい名前、いい名前考えてよ。いい名前考えて。ケイト、いらっしゃい。どういう感じでいこうか。ワータン、ワータンいいね。もっとなんか配信会に激震が走る感じでいこうよ。一度聞いたら忘れらんない名前。もう和道は全部、和さん、和道は全部消し去ろう。漆黒の騎士で行く漆黒の騎士で行こうか。漆黒の騎士、うん、漆黒の騎士ってなんだよ。痛すぎるだろ。ダークナイトね。ダークナイト。じゃあダークナイトでいいの。ダークナイト、かっこ漆黒の騎士で行く。漆黒の騎士。漆黒の騎士はいいでしょ。そうそう、いらっしゃい。ダークナイトで行こうか。さあ、ダークナイトに変えてくるわ。ちょっと名前変えるね。名前変えたよ。みんな確認して。名前変えたから。ダークナイトで行く。サムネも変えないとね。サムネも変えてくるわ。サムネ、プロフィール編集。ちょっと待ってね。サムネも変えたよ。これでいいかな。
どうみんな。あー、サムネまだ変わんないね。サムネは時間かかるのかな。ダークナイトになってる。大丈夫。オッケー。もうワドは死んだんだよ。ワドは。サムネ変えた。あれ、サムネがうまく変わんないな。なんだろう、サムネがうまく変わんない。どうすればいいんだろう。サムネがうまく変わんないな。どうしようかな。サムネ変わった。ナイダーって呼ばれるね。サムネ変わった。変わった。サムネバカありがとう。ダークナイトさん、次の配信からダークナイトさんが配信を始めました。ピコン。コビちゃんバカありがとう。ありがとう。抱かれたい？おいで。もっとそばにおいで。アイテム上がるね今日ね。いいんじゃん。もっとちょうだい。もっとアイテムくれよ。足りねえよ。お前ら恥かかせんなよ。ダークナイト様に恥かかせんなよお前ら。そうだね、ナイツだね。森さんいらっしゃい。寝れないの？そうだよ、自分で撮った写真だよ。いいね、だんだん固まってきたね。手応えしかない。リップ音って何？おいで。ステラ、花火ありがとう。見つぎたくなってきた。ありがとう。どんどん来いよ。ムズムズしてきた？来いよ。もっと来いよ。俺らが時代を作ろうぜ。配信会の歴史一緒にか、か、行くぞお前ら。志村けんとかお前バカにしてんの？ビリー、おい、イヤホン越しに吐息が聞こえてくるって当たり前だろ。俺の隣に。おい、百発あげていいかな。来いよ窓。百発じゃ足んねえよ。もっと来いよ。まだ来いよ。俺これからはこれで行くから。バカありがとう。もっと優しく。俺には俺のやり方があるんだよ。黙ってついて来いよ。
息、優しく。マンスリー上位しか見えないな。いけるぞ、お前ら。いけるぞ。勝ったな。これ来たんじゃないの。今配信会が震えてるから。ダークナイトってやべえやつ出てきたって。ダークナイトっていうやつがマンスリー狙ってきたぞって今震えてるぜ多分。翔次郎いらっしゃい。寝れないの？来いよ、俺の隣で寝ろよ。大丈夫だよ、おいで。寝れない子おいで、俺が寝かしつけてやるよ。ダークナイトだから。ダークナイトだから。魔導じゃないです。今日から始まったダークナイトだから。魔導とか知りません。知らねえや。余計寝れない。大丈夫だよ、安次郎、もっと来いよ。ぬこ、おいで。寝れない子、おいで。来いよ。マスター、いらっしゃい。めっちゃ花火ありがとう！いらっしゃい。寝れないの？マキ。おいで。男とか女とか関係ねえから、寝れない奴全員寝かしてやるよ。来いよ。全員寝かしてやるよ。パフェありがとう！来いよ。150人も寝れねえのかよ。やべえな。トメト、いらっしゃい。寝れねえの？ガーネット、俺の目を見ろよ。いや、ダークナイトだから。ダークナイト。漆黒。漆黒の騎士だから。ダークナイトだから。やめたよ、ほんと。ワドは NG ワードな。いや、もう、俺はプライド捨てて稼ぐ方に行ったから。すべてのプライドを捨てて、もう全力で稼ぐから。ああ。いや、瞑想してねえから、チョッパー。来てっから。寝れねえ。ユノいらっしゃい。アイテム叫ぶときにギャップがありますね。かっこいいっす。まあ、ボーカルみたいなもんだからな。かっこいい。かっこいいだろう。おいで。ダークナイト。ダークナイトだから。ソイネ界のダークヒーローだから。ダークナイトだから。よろしく。なんだよ、花火足んねえ。花火足んねえよ。もっと花火よこせ。竹内、寝れねえのか。俺の隣来いよ、おいで。夜の支配者だ。いや、ダークナイトだから。あー、
数合わせありがとう。でも俺がつけたわけじゃねえわ、ダークナイト。あ、まだまだだな。ちょっと3日ぐらいこれで行くから。よろしくな。来いよ、おいで、つって。ああ。これ勝ったな。これ勝ったな。はい、亀尾いらっしゃい。寝れねえやつ多すぎんな。3日はかかるね、キャラが固まるまで、うん、いいの見つかったね。昼間からなかなかねえんだろう。何言ってっか全然わかんねえわ。ダークナイト様のおかげで眠たくなりました。ありがとうございました。バーガーありがとう。このキャラ嫌いじゃない。風船ありがとう。いや、もう金欲しいっすね。世の中金ですね。ずっと目が合ってる。ドキドキしてきた。ずっと見てるよ。ダークナイトがずっと見てるよ。君のこと見てるよ。花火ありがとう。マキ、花火ありがとう。いや、もうこれで行くから、俺。もういいから。もういいから、お前ら。あの、古いリスナーも全部総入れ替えだから。俺はもう、アクティブ30ぐらいで、女の子相手にやってくから、今でありがとな。もうこれでやってくから。ライバル暗いんだから。いや、マジだよ。もう、ブレてねえから。あやいらっしゃい。かんぐらないでいらっしゃい。寝れないの？寝れないやつしか相手にしねえから。ああ、いいよ、おいで。来いよ。クラインとか知らねえよ。ダークナイトの時代なんだよ。花火ありが、花火じゃねえ、風船ありがとう。おじ、風船めっちゃ好きなんだよな、風船ありがとうな。ああ、いや疲れたっつうか疲労が半端ないね。なんか変な疲れ方、なんか普段使ってない脳みそがやばいね。もういいだろう、いいだろう。寝れねえやつ全員寝かしてやるよ。ネットにいる寝れねえやつ全員俺のもんだよ。寄せてねえよ、寄せてねえよ。胸毛生えてたの。リナピンいらっしゃい。謎の女、風船ありがとう。戻らねえよ、もう。もう俺ダークナイトだから。そう、漆黒の騎士だから。ああ、いや、もう顔出しとかやんねえから。もう全員寝るから。全員寝かしつけるまで俺放送やるから。風船ありがとう。早く来いよ。おいで。もう花火を稼ぐために、プライド捨てるから。カシミール、風船ありがとうな。そうだね。やっぱり、なんか最近の、こう、添い寝系のやつって線が細いやつ多いから、俺が、こう、剛毛系でいく。うん。もじゃもじゃ系。ありがとう。カシミール風船ありがとう。テロップはなんて入れればいいの？うん。テロップ忘れてる。テロップなんて入れればいい？そう。胸毛に風船ありがとう。そう。濃い男が好きな女の子いるから、
濃いのが好きなのは全部持ってく俺。全部持ってく。そう、全部その場、もう花火上がるためだったらもう全員寝かす。みんな来いよ。寝れねえんだろ。無駄毛に絡まって眠りたいです。ラズベリーの匂い嗅ぎてえだろ。ラズベリーの匂いすっから。バーゲーありがとう。テロップに和道さんって書いてありますけど、テロップ？テロップ？ああダメだ。よいしょ。かサムネが腹立つな。サムネ面白いな、ちょっとこれな。サムネ面白いからもう一回やろうか。サムネが面白いな。あ、ダークナイトだから。もっとキャラクター固めてこうぜ、お前ら。やっぱちょっとキャラが弱いからまだ。これでも人気出るんじゃないの？どう？みんな。これ、昼間のさ、女の子たちがさ、集まってくるでしょ。シオンいらっしゃい。これ人気出てくるな。見えたわ。ダークナイトは昼間しか出てこないよ。夜はライバル多いからダメ。喧嘩突っ走がやらねえから。相手しねえよ。見えたな。喧嘩突っ走がやらない。女の子しか相手にしねえから。男なんか相手にするわけねえだろ。夜はダメ。昼間が暑い。昼に寝れない。昼いらっしゃい。寝れねえの。ケシュミール、風船250個ありがとう。ラズベリーで俺の乳首はチェリーピンク。チェリーピンク。ケシュミール、バーガーありがとう。初めてにしたクソキモいパワーワード結構出てるな。センスあるだろ。チェリーピンクのラズベリーのフレーバー。いいだろ、来いよ。なんでも寝れるまで付き合ってやるよ。癖になる。アイテムタイムとかやってねえから。アイテムタイムは常にアイテムタイムなんだよ、ガルーダ。
リナポヨいらっしゃい。寝れないの？おいで。ついてこいよ。風船ありがとう。座ってねえよ。隣で寝てるだろ。和道さんのチェリーピンクハンティングしてもいいですか？よくわかんねえ名前出すんじゃねえよ。おう、テル。マンスリー渡さねえから。おい、お前ら恥ずかしくねえのかよ。マンスリー5位テルに与えてよ。花火投げろよ。あんまり笑わせんなよ。耳テロ？そうだよ。来たな、ダークナイトって俺の俺の時代来たな。ライバルが偵察に来たぞ、お前ら。ライバルが。ライバル、マンスリー5位が。マンスリー5位が。な、ビビってきてるぜ。やべえやつ来た。やべえやつ来たぞ。TCP 全部俺のものにすっから。TCP は解散させっから。風船4個ありがとう。誰にも負ける気がしねえわ。風船250個もありがとうな、カシミールな。ありがとう。誰にも負ける気がしねえわ。勝ったな。無敵じゃねえ？無敵。添い寝系でてっぺん取って、ああ無敵だよ。
誰だよ、鼻息仮面ってやめろ、お前。誰が鼻息仮面じゃ、お前。やめろ、鼻息仮面って、お前。誰が鼻息仮面おい、やめろ、お前。ブロック入れっつ、この野郎。ブロック入れっつ。何、お前らこのままでいいの？マンスリーでてっぺん取ってる俺見たくないの。もっと花火来いよ。恥ずかしくねえのかよ。鼻息仮面やめてください。漆黒の騎士漆黒の騎士ってなんだよ、本当に。漆黒の騎士ってなんだ。不愉快だと言われて、誰に言われた男？おい、タカ。誰だよ、不愉快って言ったのよ。不愉快って言ったやつ誰だよ。おい、そいつも全員添い寝させるぞ、この野郎。そいつも隣に来い。全員寝かしつけてやるよ。 3P だ、この野郎。 3P だよ。声戻ったよ。あ、でも俺の放送やっぱり女の子すごい多いね。ギャルばっかりだ。3P だよ。全員寝かしつけてやるよ。いけだよ、しよう。あ、でもね、もう肩が凝って、肩が疲れてきた、だんだん。リラックスありがとう。ヘイプありがとう。全員眠りにつけるから。
枠は閉めねえよ。枠は閉めねえよ。閲覧がゼロになって全員寝るまで俺放送すっから。しょうがねえな。コピちゃん、パフェありがとう。いやだから閲覧減るんだよ。わかる？お前らわかってねえな。ソイネ配信で閲覧撮ってるやつ見たことあんのかよ。わかる？ソイネ配信は閲覧減るもんだから。疲れた、もう帰って、もう無理、もう無理、疲れたわ、ただいま、ただいま、夜中にやるわこれ、ダークナイト、疲れた、いやイヤホイダンスとかやんないもん、奥様相手にやる、無理だったわ。だって俺ご飯食べてないんだよまだ。これを毎回やってんだよ毎日毎日。それはね700万ぐらい稼がないとやってらんないでしょ。疲れるわ。ノーマル枠でやってもさらに閲覧減るパターン。いやでも花火は上がるでしょ。花火4発も上がったんだよ花火。いやこれ手応えしかないよ俺は正直。あこれいけるなっていう、あ勝ったわっていう。ダークナイトで行こうかな、全然やれる自信あんだけど。いやこれ手応えあるでしょ、うん、寝れない子おいで、寝れない子がガンガン集まってくるでしょ、寝れない子が。そうだよ、漆黒の騎士だから、うん、勝てるよ。添い寝団長絶対勝てるっしょ。やればっつって。サムネ戻すの？俺いやダークナイトで行きたいんだけども、俺マジでこのままやりたいんだけどねえ、ゆずちゃんね、これで行こうよ。もう正直もういいでしょ外配信とか。もうダークナイトで行くわ。今日から俺ダークナイトで行くから。もうめんどくさい、もう何でもいいよ、ダークナイトで行こう。いやダークナイトだよね、俺のこと和道って言ったやつも許さねえから。ダークナイトだから、そう漆黒の騎士だから。もうダークナイトって書かないで漆黒の騎士だけにすっか、でダークナイトって呼ばせよう。
そうしよう。ダークナイトじゃなくて漆黒の騎士って書いて、みんなはダークナイトって呼ぶ感じでいこう、うん、これで、ね、漆黒の騎士に変えるわダークナイト、うん、動画もスーツっていうか、もう顔出しないよ、ずっとこれだから、ずっとこれ。いや、和道とか知らねえから。死んだんだよ和道は。和道は今日この日に死んだんだよ。ないだ。噂になってるでしょ、配信会でやべえやつ出たなって。漆黒様だよ漆黒だよティッシュナイト。あ、電車の中だけど笑い耐えるの限界。なかなかいないよ、添い寝で笑い取れるやつ。なかなかいないでしょ、添い寝界無敵な気がするわ。添い寝界無敵大黒様、うん、そう、漆黒の騎士が生まれたんだよ。伝説のマンスリー配信者が生まれたんだよ漆黒、漆黒っつって。ブロックするところだった。和道死んだ、いっちゃん。俺のことダークナイトって呼んで、いっちゃん。はい、ギャルだ、風船ありがとう。勝ったな。勝ったよ。もう、ふわっち中の女の子が俺の放送に釘付けだよ。いや、花火上がらないから。もう花火上げるために俺は添い寝になった。漆黒の騎士だから、うん、漆黒の騎士だから。勝ったよ。のんちゃん大喜びだよ。いや、家に押しかけらんないから大丈夫だから。いや大丈夫、竹内さん大丈夫、俺はうまくやる、俺はうまくやるよ。目を閉じて超絶にイケメンが映ってると思えばいい。コメさんそうだよ。まあサムネっていうか画面に映ってる超絶イケメンを想像してほしい。マシュマロボディダメじゃねえかよ。俺のマシュマロボディとチェリーピンク、ラズベリーのフレーバー。腹減ったな、何食おっかな、何食おうかな。カルボナーラ食おうかな、カルボナーラ食おうかな、それとも吉野家のうん、何食おうかな、腹減ったな。何食おっかな。王子様だから、王子様。
いや、全然普通なもの食べるよ。みんなと一緒に全然食べるよ。え？え？イタリアン食べそうかな、俺。何食べそうかな。カルボナーラ食うから。カルボナーラしか食わねえから。カルボナーラとショートケーキ食べる。ショートケーキ。ゴルゴンゾーラ。あと生ハム。生ハム食べる。生ハムめっちゃ食うから。パセリとか。まあ。ナポリタンとか食わねえよ。バカにしてんのかよ。こんな貧乏くせえもん食わねえよ。ふざけんなよ。ピザーラとか食わねえや。お前バカにしてんのか、この野郎。生ハムしか食わねえよ。プロシュートって言うんだ。プロシュート食うわ。ルッコラね。ルッコラめっちゃ飲みやすいよね。うん、ルッコラよく飲むよ俺、うん、ルッコラ葉っぱ、うん、じゃあ食べるわ。何食べよっかな。お腹空いたな。腹減ったな。何食おっかな。白ワインしか飲まねえし。白ワインしか飲まねえし。コンビニとか行かねえし。ピザーラって何？イタリアン。知らねえ。マルゲリータ食おうかな。マルゲリータ。あ、ごめん、俺和食嫌いなんだ。マックとか食わねえよ。マックとか食わねえよ。カルボナーラしか食わねえよ。吉野家とか行ったことない。行ったことない。ママがダメって言ってた。何食おうかな。どうしようかな。腹減ったな。カルパッチョもよく食べるかな。カルパッチョよく食べるよ、うん、お腹空いたな。何食おうかな。パンケーキとかちょっとキッズ向けだよね、うん、パンケーキとかいいかな。甘いもん食わねえし、うん、そうだね。
ゴ。エスカルゴいいね。サイゼリアの。サイゼリアとか行かねえから。ごめんね、なんか召使いが召使いがなんかシャシャってきてごめんね。メイド、メイドがごめんね。召使いだから、うん、あれだよ、城の前でうずくまってたから雨の日に拾ったんだよ雨の日にずぶ濡れでうずくまってたから、うん、お前なんか部屋でも掃除しとけっつって拾ったんだよ、うん、城の門の前で雨宿りしてたから。風邪ひくぞって俺がいなかった、拾わなかったのたれ死んでたから。広いよ。すぐ拾っちゃうかな。花火上がんねえな。おい、ノッテンマイヤー、ノッテンマイヤー。はい。飯行くか。イタリアン。飯食うか、イタリアンがいいの。ノッテンマイヤー。はい。イタリアン、イタリアン行くか。デリバリー。デリバリーはやってない。ノッテンマイヤー、イタリアン食い行こう。なんかノッテンマイヤーが腹減ってるみたいだから、うん、いやノッテンマイヤーだから。ノッテンマイヤーイタリアン好きだからな。ノッテンマイヤー飯行こう。行くぞノッテンマイヤー、もう限界だ。ノッテンマイヤー着替えて。お腹すいた、もう疲れた。イタリアン食い行こう。やってらんない
無理無理無理。運転手来てるよ。来てる来てる。俺の乗りもペガサスだから。ペガサス。家の前に今ペガサスが来るから、5分ぐらいしたら。アクエリオンって名前なんだけど、俺のペガサス。俺のペガサスのアクエリオンに乗って、ノッテンマイヤーとイタリアン食いに行くから。黒いペガサス。黒いペガサス。アクエリオンが来るから。すごいでしょ。アクエリオンの写真、後でツイッターにあげとくから。後で見て。アクエリオン見たいでしょ。アクエリオン。漆黒のペガサス、アクエリオン。仕方ねえな、見たいの、アクエリオン。ちょっと待って。しょうがねえな。アクエリオン。アクエリオン、見たい。アクエリオン見たい人、手上げ。アクエリオン見たい人手挙げて。そんなに見たいな、アクエリオン。アクエリオン見たい。ちょっと待ってね。アクエリオン、アクエリオンの写真どっかあったかな。ちょっと待って、アクエリオン。アクエリオン、アクエリオンどこ行った？ 3 歳の頃の、アクエリオンが3歳の頃のやつあるかな。アクエリオントリュフしか食わねえかんな。ちょっと待ってね。アクエリオン見たい。待ってね。しょ。アクエリオンの写真は。アクエリオンの写真、ちょっと待ってね。これアクエリオン3歳の頃だね。めっちゃ可愛いでしょ、アクエリオン。もうすぐ飛んでくるから。これアクエリオン。うん、いや、アクエリオンたまには見せないでさ。これ3歳の頃ね、アクエリオンが。可愛いでしょ。今羽20枚くらいついてるから。トリュフしか食わねえから。かっこいいじゃん。神々しいでしょ。乗ってまいや、乗ってまい、早く。アクエリオンが来てるから、もう。トリュフだけで育てたからね。いや、羽20枚生えてるから、めちゃめちゃ羽生えてるからね。乗ってんまいや、はい、準備できた、はい、うん、行くか。じゃあ何食べたいの？イタリアン。乗ってんまいや、イタリアンの何が食べたいの？エスカルゴ。エスカルゴ、お前エスカルゴしか、ほんとエスカルゴ好きだな、うん。じゃあオリーブオイルかけてあげる、俺が。のってんまいや、オリーブオイルびっちゃびちゃにしてあげるよ、うん。トリュフ農家が今年の年貢を下げてくれと申しております。うん、一個手段送り込んで、女子ども焼き払え、カイザー租税、その村焼き払ってこい。あとは頼んだ。
もう女子供全部焼き払え、うん、で次グダグダ抜かしたら村ごと燃やすって言っといて村ごと投げ払ってきて、うん、うるせえって黙ってトリュフ作れって、うん、あとは頼んだよ。そうぜ、よろしく頼むよ。グダグダ抜かすやつは全員打ち首だから。うん、アクエリオンの餌が不足してますが、うん、領土奪ってきて、戦争全然構わねえから、うん、7000兆円あるから大丈夫だから、7000兆円あるから、うん、隣の国のトリフ農家全部奪ってこい。そうぜ、頼むぞ。侵略侵略、グダグダ抜かしてるやつ全員焼き払うから。わかった、カイザー、カイザー、そうぜそうぜ。あのあれだよ、あの倉庫にしまったらあのエクスカリバー持ってっていいから、うん、エクスカリバー持ってっていいよ俺のエクスカリバー使っていいよ、あんま汚さないでね、磨いておいてね、使い終わったら。漆黒のエクスカリバー使っていいよ漆黒のエクスカリバーを、全部黒いから。いいよ、今日だけだよ。じゃあ、しもじも、お疲れ。しもじも、しもじもの、あの、しもじもお疲れ。しもじも。しもじもお疲れ。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。